皆さんこんにちは、ワンダルクルビジです。では今回はシンギレンの野望キシリアザビで最前エンドを目指す続きをやっていきたいと思います。前回ですね、連邦軍とアバオアクー中域で交戦し主力部隊を撃破したので、今回はですね、奪われたソロモン、コンペイ島の奪還と暗礁中域から密かにグラナダへ向かってきている、連邦軍の別動隊、これをね叩いておきたいというふうに思います。では早速続き始めていきましょう。まずは薄く開発を行っておきましょう。このあたりはもう帝国の決断ライクになっちゃってますが、新兵器の開発なんですけど、ノイエジールがね前回最後に開発可能になってるので一応開発しときましょう。宇宙空間でしょ、宇宙ってこの先使う予定ないからな、ちょっと見送ろう。ノイエジールは使わない可能性が高いんで。あとは黒い三連星用のゲルググ、これはね3機作れるようになるので作っちゃいましょう。で他作っておきたい無罪もね結局地球に降下できないので、だったらザンジバルなんですよね。ザンジバル、ザンジバル級機動巡洋艦の改良型を開発、現在までのザンジバル級の運用データをもとに設計の見直しを行い、生産性を維持しつつ性能の向上を図る、やりましょう。これでもお金ほぼないのかな。ガトー専用のギャンとかね、ちょっとギャンも使いづらいんで、でシャーズゴックですね。ギャンの量産型ももうちょっと不要かな。でここ新松永専用機、あとはジョニー・ライデンの専用機、このあたりの開発をどうするかですね。まあ一旦お金が全くすっからかんになったのでやめておきましょう。で生産に移ります。あ、バワク、いやグラナダだな。グラナダに敵の艦隊が迫ってきてるんで、ペガサス級が2隻に、まあこれはマゼランなのかサラミスなのかが1隻、計3隻の艦隊が出てきてるので、これを迎え撃つのがビグザムとゲルググが9機だと心もとないので、一ターンで生産できる機体を作っておきたいんですが、一旦で生産可能なものとなるとゲルググ量産型、これ1機しか生産できないので上限50機に達しちゃいましたね。あとガトー専用機とか2ターンかける価値はないので、リックドーム2かな、しょうがない、リックドーム2にしましょう。これを3機生産しておきます。で急ぎ戻そう。エルメスも戻す。おっと届かないか、展開しすぎて届かない機体が一隻いたので、この一隻が危ないか。ただ撤退せざるを得ないんで、もうロレンのファルメルも危ないからね、このままだと沈められる危険性があるので、ミノフスキー粒子だけは散布しておきます。ちょっとグラナダ方面、暗礁中域方面の戦況はよろしからずというところなんですが、他ソロモン方面は順調に進んでいるので、このままソロモン攻略に向かっていきましょう。まずはビグザムだよね。ビグザム
で、もう無理はさせない。モビルスーツ部隊は潤沢にあるので、無理はさせない。ちょっと危ないスペックに落ちている、体力削られている部隊は、もう無理はさせずに撤退します。で、次のターン、ビグザムの大型メガ粒子砲。これを発射したいので、その河川上には、まあ、展開したとしても、逃げ切れる位置にしましょう。で、ジョニー・ライデンは先行する。で、バルバロですね。バルバロも、マックスで問題ないので、こういう時に前へ出す。穴だけは出ないようにしましょう。で、ビグローもフロンタルと特番、まあフロンタル特番はともかくフロンタルは問題ないので、奥に控える、これバーミンガム級だと思うんですが、このバーミンガム級を叩いておきます。で、シャーゲル、シャーと、あとはシーマか。ここも問題ないで前に出したいところですが、ちょっと距離が届かないな。だったら一旦入れちゃいましょう。エネルギーの回復はね、しっかりやっておきたいです。で、コンスコン、コンスコンも前に出す前に、ゲルググ出しましょうと思ったけど、ゲルググも前に出れないんだったら前に出ちゃおう。そして後部、後部を行い、そしたらこっから先は戦艦級を前に出していきますか。バーミンガムがね、多分落ちないと思うんですよね、あれだけだと。さあ、残りは、では、散開している敵の部隊を撃破してかかります。ブーンももったいないからな、ちょっと乗せ替えたいよね、早めに。このままそのノンニュータイプが乗っておくにはちょっともったいない機体なんで。できるだけ早く乗せ替えてあげたいかな、ニュータイプに。そうなると、まあ、シャーとかを乗せてあげるのがセオリーになるかなとは思うんですが、ビッグドベ発進しよう。これで敵の別動隊を完全に亡き者にする。バーミンガム級落とすにはちょっと火力的に微妙なんで、ムサイをもうちょっと前に出したかったけど届かないね。しょうがない。これで一隻残る可能性がありますね、敵の艦隊は。で、危ないのが暗礁中域とここグラナダ方面ですね。これケンプファーとゲルググ輸送する？輸送だと何ターンかかるか確認しましょう。2ターンか。
だったら普通に行った方が早くないか。2ターン、1ターン2ターン、いや輸送した方が早いですね。輸送しよう。でお金がないから強化もできないし、このまま敵のペガサス級を迎え撃つしかないな。危ないのがここでね、一旦グラナダに撤退するよりも、アーバオワクーに撤退した方が距離的には短いね。なのでアーバオワクーに戻ってエネルギーを再充填しましょう。じゃあターン送ります。地球はアフリカだけ、まあ、キリマンジャロ基地を奪還したというところなので、それ以外のところはね危ないところです。アポリーロベルト、ちょうどこの前ゼータガンダムの触りの部分だけまたちょっと見直しました。やっぱね、あの最初のクワトロ大尉のリックディアスと、あとはまあ黒色のリックディアスに乗っているアポリーとロベルト、かっこいいですね。今ちょっとバーミンガム級は残っちゃったか。やっぱまあ、ただ敵の艦隊はほぼ壊滅させたので、ソロモン中域はですね、問題はグラナダが落とされないようにグラナダへの撤退を急ぎましょう。暗礁中域方面、それかさっきお話したようにアーバーワークへ一度撤退して、燃料エネルギーを補給した後すぐさまグラナダの救援に向かう。これちょっと敵の動きの速さ見極めつつ決めましょう。いやーちょっとでも本当暗礁中域敵の艦隊が湧いて出てきてるの危ないな。んーモビルスーツを失った。キリマンジャロ基地、これは防衛できるでしょ。むしろキリマンジャロにケンプファーを送るべきだったな。さ、何が開発完了したのか。黒い三連星の専用ギルグね。これは早速にやっていきたいけど、お金がないからな。まずは戦闘を行った後に、戦闘命令を出した後に足りないところに必要なものを、払っていきましょう。まずはやっぱり気になるこっちだよな。しょうがないね、このゲルググは捨てるわけにはいかないものの自力で戻ってもらおう。で残りは一旦アバオアクーへと撤退。ドレンのファルメルでしょ。ダロタが危ないよな。逃げ切れる。グワジン、こっちはバロムのグワジンですね。そうだな、捨て駒として一応ザクを出しておこう。いやーザク出すとどうだ。ザクが置いてかれるだけだな。やめよう。ここをおとなしくミノフスキー粒子を散布して逃れる。で問題はグラナダだよな。モビルスーツ生産しよう。欲しい機体、2ターン使いたくないんだよな。2ターンで3連星のゲルググ、これ3機作ろう。で3連星のゲルググに3連星を乗せてあげたいね。
あ、バーワーク、いや、グラナダだな。で、地球のキリマンジャロ基地、これ今敵の部隊が入っちゃってるんで、送り込めないんだよね。できればキリマンジャロに部隊を送ってあげたい。さあ、じゃあ暗礁中期グラナダ方面は一旦これでよしとして、今攻勢をかけているソロモン方面見ていきましょう。で、まずはムサイ、ダロタのムサイが危ないので、ムサイのダロタはちょっと下げます。このままだと被弾して撃沈される恐れがあるんで。で、もう敵を取り囲んで、おっと、ビグロ2隻、2機がもうパンパンか。リックドム、とりあえず囲んでいきたいんだよね、敵をね。とりあえず敵を囲んで、もう身動きが取れない状態にさせたいので、隊列も並び替えてライデンを最初に持ってきちゃおう。で、もう確実にこのターンで敵を潰しきるという気持ちでいきます。敵の特にバーミンガム級は重いんで、硬いしね。ここを確実に沈めるにはやっぱりビグザムの火力が欲しいので、で、ハモンさんの無罪からシャアを発艦。で、問題はこっちだね。エルメスの分はまあ使い物にならないとはいえ貴重な戦力なので回収していきます。で、残りは一度各部隊起動させて、その上で届く人たちは届かせて攻撃に入ります。心配なのがやっぱりグラナダ中域かな。あのあたりソロモンに戦力を割きすぎたので、戦力的にちょっと微妙なんですよね。さあ、こんなところで全部の命令終わったかな。まあ、地球の方は任せちゃいましょう。一旦これで戦力は整ったね。そうかそうか。アーバーワークからこっちに移動させていたのが何機かいましたもんね。戦力的にはランバラル、マキュベ、このあたりと、あとチベが2隻、ジオングが1隻、ビグザムが1隻、ジオングがちょっと遊んじゃうかな。ニュータイプがいればニュータイプに乗せたいんだけど、ちょっと部隊確認しましょう。裏が。
ウラガンは確実に違うし、マクベも違うしね。ニュータイプが欲しいんだよね。バーニーもニュータイプじゃないからね。ニムバズも別にニュータイプではない。そうだよね。新松永も、まあ、オールドタイプの典型だし、ちょっともったいないな。ジオングが遊んじゃいますね。まあいいでしょう。これでターンを送ります。はい、コンスコンが残ったか。ふぅ、バーミンガムも一石取り逃しですね。ただ次のターンでもうソロモンには突入します。もうソロモンバーミンガム級で溢れ返ってると思うんで、これ以上固くさせる前にソロモンの攻略戦を開始していきましょう。で、アーバーワーク方面撤退中の暗礁中域に展開していたキシリアザビの艦隊ですけど、これはゲルググ3隻をおとりに使って、アーバーワークへと一度撤退しましょう。うわ、ダロタが破壊される。これちょっとしょうがないかな。ドーレンのファルメルも危ない。残ってくれた。よく残ってくれた。ファルメルが残ってくれただけ。本当にありがたいわ。でキリマンジャロも早々に敵部隊、そうだね、離脱したので、あとはキリマンジャロに増援を送っていきましょう。グラナダに敵の部隊が現れた。これ相当していく。でグラナダはどっから、ああこっちにホワイトベース、いや、ホワイトベースだけじゃない？まあ、ペガサス級かもしれないけど、とりあえず一旦ここで迎え撃とう。まあ、でもその前にビグザムだけちょっと前に出しとく。十分に敵を引き寄せてから攻撃したいからね。ヤザンが、あお、グレイファントムに未来さんが乗ってる。さあそしたらまずビグザムも一気先行させる。でビグザムを取り囲むように出てきたらそれらを格好撃破していこう。ジオングがいるならジオングも前に出す。ただなぁ、このジオングも使えないからね。何？ビグザムがもう一機いた。戦力的にはこれで全てだね。ビグザムを取り囲んでくれれば拡散メガ粒子砲をぶっ放すんですけど。未来さんがだ、チベも危ないね。やっぱり火力高いわガンダム系は。ただここでまずはやりたいだけなんですが、拡散メガ粒子砲、本当は拡散メガ粒子砲を撃つよりも普通に攻撃した方がいいかなって感じはするんですけど、まずはペガサスを落とす。でチベは残したとしても
こっちはどうしても下げざるを得ないよね。ここまで削られると。格闘で仕留める。で、グレイファントム、ヤシマさん、未来さんのグレイファントムもここで仕留めちゃおう。これで OK かな。まさかグラナダに敵の奇襲があるとは思わなかったからな。まさかこれジム、2機しか撃沈できなかったか。やるな。何、未来さんも残った。まあ、ただ、ここは拡散メガ粒子砲で撃破したね。できれば一気も失いたくなかったけど、ヤザンのガンダムが残ったので、これで、やられるかもしれないな。いや、ヤザンのガンダム撃破してるね。よし、残った。これだと、じゃあ敵を相当しましょう。残った敵の数、多くはない。今回こそ拡散メガ粒子砲のムービーを見たい。まあ、ビーフザムがいれば、まあ、持ちこたえられるかなって感じでしたね。ただ今グレイバンドも1隻だけでしたけど、ペガサス級もう1隻来てましたからね。拡散メガ粒子砲、マジでかっこいいな。まあ、誰もいないんですけど。よし、まずは第1次、攻撃第1波を退けましたね。まあ、第2波はすぐに来る。そう思って準備を進めておきましょう。まずは心配なここ、まあ、なんとか撤退は完了しそう。ゲルググを3機おとりに使ったことによって、まあ、このゲルグムを戻れるんだったら戻ってほしいからね。さて問題はここだ。突入する？ちょっと敵の状況わかんないけど、まあ、今回も仕留めにかかりましょう。できればフルフロンタルをな、ビグロじゃなくて、ジオングに乗せたい。本当に、切にそれは思う。ビグザムもこれ以上消耗する前に、投入しちゃおう。さてさてどうする？あとはモビルアーマーはもう全機発進させて、残っている敵のバーミンガム級が2隻と、これなんだろう、なんかわからないけどいるね。これを撃沈してから残りの部隊を投入する。
どうせ届かないんで、入れる人たちは入っていきます。入れない人は、あ、でも結構みんな入れるね。こうなると残りムサイが2隻とザンジバル1隻でバーミンガム級を落とせるかっていう問題だな。ちょっと正直微妙。発進してもリックドームだと届かないもんね。まあ、一応散布はしておこう。さあ撤退完了したし、あとはこっちにマゼランなのか、サラミスなのかが一隻来てるので、これにペガサス級と合わせるとモビルスーツが10機、まあ、十分に撃退はできるかな。ちなみに舞台の方なんですが、ジオン宮に人乗せられる、まあ、ビグザムでもいいんだけど、配属。ガルシアか。ガルシアでも乗せとくか。ビグザムに。いないよりは当然マシなので。じゃあこれでターンを進めましょう。ちょっとお金はために入ります。資源も。アクトザクがバカなことしないように注意が必要だな。さあシーマとシャ、この二人の連携。バーミンガム級が沈まないね。やっぱり硬いわ、本当に硬い。でソロモンに敵の部隊がどれだけいるかなんですよね。まあ100いるってことはないと思うんですよ、大部隊を撃破したので。で暗礁中域にいる部隊はどうやら敵の部隊ですね、アーバーワークもしくはソロモンを狙う部隊と、ソロモンの救援に来る部隊とでちょっと分かれてそうな感じですね今のところ。ちょっと不穏なのがキリマンジャロだな。キリマンジャロはもうとにかく固くしておく必要があるんで。バロムが残ってくれた。危なかったね。ドワニングがやられたか。ちょっと近づきすぎたな。できるだけ戦艦は、か、キリマンジャロにまた敵か。これキリマンジャロ落とされるわけにいかないからな。キリマンジャロに増援出しとくべきでしたね。お、ソロモンは落とせそうだぞ。どう見ても数が少ない。というかこれだったら委任で終わるな。委任しちゃいましょう。ほぼほぼ防衛衛星防衛衛星だけでしたね。ほぼ損害なく片付けられるんじゃないかな。これでソロモンを落としたら、ルナ2だけになりますからね。こっちよこっち。キリマンジャロとグラナダがちょっと心配だな。敵は侵入してきたら、まずはビグザム、ガルシアのビグザムを先行させる。ちなみに他複数箇所から来てると戦力を分散しなきゃいけないんですが、2箇所だね。これだったら十分に守りきれる。
よし、これで一旦向かうと。ビグザブの周りに敵が密集してくれたら、拡散メガ粒子砲を打ち放つチャンスが来るんで。さすがよ、ジオング、硬いね。これガンダムじゃないか、前にいるの。まあ、ただガンダムとはいえ、このビグザムの装甲の前にはアレックスだな、これ。で、これはジムライトアーマーなのか何なのか。まあ、ただいずれにしてもこのビグザムの装甲は破れない。まずは拡散メガ粒子砲を見舞いしましょう。ちなみにこれヘビーガンダムとアレックスでしたね。隠れているグレイファントムにはもう一隻のビグザムが向かいましょう。で、チベをグレイファントムの討伐に当てる。で、上から迫ってきている艦隊にはリッグドム、ゲルググ、モビルスーツ部隊を当てましょう。これで十分蹴りがつくと思う。あとは取り逃さないことですね。取り逃すとまた入ったり出たりされてめんどくさいので。いや、ガンダム硬いな。今のでも仕留められないか。拡散メガ粒子砲をもう一回お見舞いする必要があるな。こんなところでいいかな。ちょっとゲルググ部隊を前に出しておきましょう。敵の戦艦が迫ってくるので。これで敵のモビルスーツが出てくるので、このモビルスーツも撃破していく。待ってくれ、ガンダム沈められる、ガンダムにチベが危ない。もうチベ沈められるとか絶望的だからさ、ちょっとやめましょうよ、撤退だ。で、迫られないように、きっちりこのターンで沈める。囲って殺す。まずはこのターンで確実にガンダムを仕留めたい。チベには近寄らせない。壁を作りましょう。これでちょっと一石取り逃しになるけど、まあしょうがないね。次のターンで終わらせよう。本当にサラミスカイでしたね。逃がすなよ敵を。これもう一ターンかかっちゃうやつだな。めんどくさいけどしょうがないね。
マップ兵器が使えれば仕留められるんですけど、マップ兵器が使えない以上はしょうがないね。ビグザムの継戦能力高めるためにあれだな、そうなると。燃料をちょっと追加してもよかったかもしれないですね。さあ、これでも敵を囲んでおきましょう。あの程度の少数の部隊を5ターン以内に抹殺できなかったのはちょっと情けないけどしょうがない。ジム1機残す形になっちゃいましたけど、この反撃で沈められればいいけどね。沈められないね。ウラガン程度の砲撃ではジム1機撃ち落とせないか。ドワッジ強化型の開発、ビームキャノン。いやこれさ、そうなると本当にキリマンジャロ救援しないと危ないな。新駅ドワッジの開発やりましょう。どこにいるかというと、そうだな、あとはこれだよね。アプサラス2も開発しとこう。これ地球で活躍してくれると思うんで。ドワッジの貝はどこにいる？これだね、ドワッジ強化型で、あとはキリマンジャロのために残しておきます。まあ被害も大きかったけど、ソロモンは肩がつきそうでよかったですね。このバーミンガム級は仕留めておこう。ここでしまった。何やってんだ、せっかくのアーバーワクーへ逃走中の部隊が逃走し忘れという超ミスを行ってしまった。なんたる失態。いやー、キリマンジャロに増援出してなかったのはうかつすぎたな。残ってくれてよかった。次もう最優先で青バワ君に逃げ帰らせないと。何やってんだよって感じだからな。キリマンジャロが本当に危ない、マジか。ここは自ら指揮取って確実にキリマンジャロの防衛をしないと。まあ、ただ敵はあれだね。こうやって見ると、大した部隊ではないね。あ、待って、大した部隊じゃないけど、大した人もいないな。ギャロップ、ドム、ユーコーンだけ？マジか。届かないもんね、これ攻撃が。ユーコーンなんか。いやー、うかつだったなー、これも。ギャロップが持ちこたえてくれるかどうかだった。キリマンジャロに戻さないとダメだ。キリマンジャロに急いで部隊を戻そう。でソロモンの攻略は終わりますね。いやいやいや、終わんないの。いや終わるよね。よしよし。
よし、ソロモンの奪還に成功しました。グラナダももう任せちゃって大丈夫だね。ジム一隻、ジム一機かだけなので OK だね。グラナダの戦力もまあだいぶ充実したのでなんとかなりましたね。問題はキリマンジャロよ。キリマンジャロ、キリマンジャロを失うと地上での拠点がまたなくなるんで、そこがめんどくさくなるんだよね。さあ次はルナ2の攻略に部隊を向かわせましょう。でも忘れないうちに君たちをここに戻さないと。このエルメスの舞台をね。でエルメスは地上には降りられないでいいよね。なので乗せ替えていくっていうことも念頭に置いてはおきたい。ルナ2への進撃ルートはまあやっぱりこの上側を通っていくルートが無難かな。迂回したりしてると、まあ、それはそれで面倒になるので、まあ、確実なルートで行きましょう。で、生産はモビルスーツを地球用に。ゲルググの量産型、これ改良してあるのでこれを作って、まあ、キリマンジャロもつまり地球に送っていきます。あと暗礁中域に展開している敵のモビルスーツ部隊と戦艦部隊、これが結構の数いるんで、ここもちょっと、あ、バオアクーも生産しとこう。モビルスーツ、いや違うな、ここはザンチバルだろう。で、どっちに来るかちょっと分かんないよな、まだ。ただ、アーバオアクーの方はもう敵が迫ってるんで、アーバオアクーに、ビグザム一隻、送る。まずはね。他、送っておいた方がいいのあるかな。ビグザムは2隻とも送るか。まあ、このまま行くと、おそらく、ああ、バオアクーに行きそうですもんね。で、グラナダに来る場合にはまだ時間があるので、再輸送できるので、よしとしましょう。はい。というわけで今回はね、ソロモンの奪還作戦を行って、無事、ソロモンが、再びジオンの、元に戻ってきましたね、というところになります。で、心配なのが、ここなんだよ。キリマンジャロなんで、キリマンジャロに、部隊を急いで戻します。どっちが早いかって話だけどな。あ、生産はできる。生産はできるんだ。じゃあ生産しよう。ズゴック。いやー、今はズゴック、数が欲しいんで、S ではない、普通のズゴックを生産する。これで次のターン持ちこたえてくれればなんとかなるでしょう。はい。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、キリマンジャラの防衛戦と、あとはルナ2攻略作戦、これを発動していきたいというふうに思います。あと気になる、暗礁中域に展開している敵の部隊ですね、これの動向も注視していきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなと
というふうに思います。